マジック、ちょっと待ってて、待っててね、すぐ撮るから。ハロー、未来赤井だよ。はい、皆さんこんにちは、赤井ちゃんですよ。今日はですね、なんと明かりが中年と言われてるんですよ。中年と、そう、こうやってね、エゴサをこうバーってしてたら、ほら、また出てきた赤い中年疑惑。違うんですよ、明かりは15歳なんです。こう見えて、そう、中等部ですよ、中等部、中3ですよ、中3。というわけでですね、今日は未来明かりの今までの動画ピッチを変えてみたら中年のおっさんになるか説。イエーイ、やってみまーしょう。はい、では初めにまずは歌ってみたからやってみましょう。まずはロキから。勘違いすんな、競争はお前だ。ロキロキのロクロクロキのセレクリックギターはコンソン、コンソン、さらけ出してみせろよ。ロキロキのロクロクロさあ。おお、意外とありっていうか、ちょっと待って、ちょっと待って待って、ちょっと自分でもびっくりなんだけど、あの、意外かっこよくない？え、ちょっと、赤尾、マジかっこよくない？意外と、ありだと思う人、はい、ここでいいねお願いします。ありがとうございます、ありがとう。次は、エコーでちょっと検証してみたいと思います。さあ、エコーでわかりは中年になるか。わっちゃん、へい。はい、というわけで意外と女性寄りでした。おかまちゃんな感じがする。まあでもなんか普通に女性っぽく聞こえた。だからなんかロキよりエコーはもうなんかあんまり中年には感じなかったかな。てかまあロキも中年じゃないんだけど。ってことは今のところ中年ではないです。よっしゃー。ってわけで次行ってみましょう。次はですね、今までの赤井の普通の動画内での赤井の喋りをピッチ下げてみたらどうなるか、中年なのかおじさんなのかおっさんなのか見てみたいと思います。それでは早速やってみましょう。ちゃまりちゃんはなんかあのそういうパンチとか履くんですか？どういうことですか？どういうこと？ちゃまりとか履くんですか？あ、猫がいる。ひなちゃんかな？ねえねえねえ、ね、肛門見えてるよ、ひなちゃん。ひどい。ひなちゃん肛門見えてるんだけど、マザイクかけとくから大丈夫だよ。インターム的にもやばいからね。うん、いい父だ。はい、というわけで、はい、皆さんいかがだったでしょうか。アウト。さあ、明かりは行かねばならんのです。ごめんね、みんな。焼き芋回収しに行ってくるよ。うん、あ、これからも動画見てね。またね、バイバーイ。あ、おっちゃん待って、明かり助